ちゃんちゃかちゃん。どうもトカゲのテンです。こないださお迎えした日本トカゲの子たち見たって。はい、これお迎えした次の朝の様子。で、このな尻尾が長い方いてるやろ。この子がオスで、尻尾の短い方がメスなんちゃうかなってお店の人が言ってたけどな。で、尻尾の長い方の子の名前は三代目影マロになって。で、尻尾の短い方はチョロミちゃんっていう名前になりました。で、これご飯食べてる時の様子な。見て、ピンセットからな、ちゃんと食べてくれんねん。しかもな、もうめっちゃ食べんねんで。毎朝10匹ぐらいこのちっちゃいデュビア食べんねん。で、これ3代目影丸って言ったけど、この間亡くなっちゃったのが2代目で、初代影丸はまだパパが実家にいてた時に、その辺で捕まえてきた影丸がおって。それ初代。その子もまあすぐ亡くなっちゃってんけどな。なんか日本トカゲってなかなか難しいみたい。その辺で捕まえた子はな、やっぱりなかなかご飯をちゃんと食べてくれへんみたいなんやけど、でもこの子らはこんだけしっかり食べてくれるからめっちゃ安心やわーって言ってるわ。もうママな、毎朝この子たちにこうやって餌やんのがもう超至福の時間やわーってな、喜んでんねん。マジで。他の子のお世話はな、全部な、パパがすんのにな、この子たちの餌やりだけはママがすんねん。ケンちゃんたちにはな、餌くれへんのにな、この子たちだけずるいわ。マジで。でも思ってたよりこの子らよう食べるから、餌が全然おっつかへんわってパパも焦っててな、もうネットでデュビア300匹ちっちゃいやつ頼んだって言ってたわ。でもしっかり育ってもらわなあかんから餌切らしたあかんわ言ってパパも頑張るわ言ってるわ。でもやっぱり日本トカゲのこの尻尾ってすごい綺麗やでな。なんか自然のものの色じゃないよな。あ、今チョロミがな影マロの食べてる餌をな横取りしようとして、チョロミもめっちゃ食べんねんって。でも影丸が加えてるやつまで取りに行こうとするから危ないってな毎朝言ってんねん。で、これ今な虫かごで飼ってんねんけど、日本トカゲってなほんまもっと広いケージで飼ってあげやなあかんやろうから、またちょっと入れ物も考えなあかんなーって言ってんねん。ほらチョロミを食べるやろ。もうこれ何匹目やろな、もうずっと食べてるで。ほらまだ行くで。どんだけ食うねん。マジで。で、これ見て。ほら、全然な、もう手の上に乗せても逃げへんねん。ちゃんとベタ慣れ。ハンドリングもさせてくれんねんて。先代の影丸の分までしっかり長生きするんやで。っていう感じで、日本トカゲちゃんたちちゃんと今のところ順調に生活できてます。今後もなんかあったら動画に出すからまた見たってな。で、これどう？てんちゃんの麦わら帽子。ええやろー。これからの暑い夏にはもうぴったしやで。マジで。めっちゃ似合ってない？はなちゃんとな、しっぽちゃんと赤太郎にはこの帽子貸したれへんねん。ほらもうてんちゃんのもんや。このてんちゃんの帽子が似合ってるなって思った人は、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。じゃ、今日も見てくれてありがとう。バイバーイ。パパ13連勤やからもう倒れそうって言うてるわ。